石橋楽器池袋店のコバでございます。本日はですね、ゲームチェンジャーオーディオのエフェクターをご紹介させていただこうと思います。今までにないようなですね、エフェクターを作っている非常に意欲的なブランドですので、ぜひその辺をご覧ください。ピアノを弾いたことがある方ですとですね、足元に踏むとピアノの音が延々と伸び続けるペダルというのを踏んだことがあると思うんですが、それをですね、ギターでしたり、他の楽器で使えるようにしたらどうだろうというような発想で生まれたゲームチェンジャーオーディオの第一機種です。プラスペダルというペダルです。弾いた音がふわーんと伸びるんですが、非常に楽器的に伸びてくれる、まさにダンパーペダルのように自然にかかってくれるというのが、この機種のミソですね。踏み具合とかでですね、音量が変わったりですとか、まさにそういうところは、ニュアンスを非常に汲み取ってくれる、ペダルでして、デザインのためだけにこれがついてるわけではなくて、ちゃんとこう、なんて言うでしょうかね、こう踏んだようにかかってくれるというのが、プラスペダルがですね、未だに評価されているところだと思います。次は空間系ですね。実際に中にスプリングが真ん中に入っていまして、スプリングリバーブですね。コンパクトスプリングリバーブになります。ライトペダルというペダルです。なぜライトペダルかと言いますと、スプリングリバーブというのは本当は揺れた音を電気で拾って、信号にするんですけれど、それだと結構ロスが大きいらしくですね、光センサーで拾ってしまおうという仕様になってます。なのでですね、通常のスプリングリバーブ的なサウンドも出るんですが、光で拾ったことによるよりこう複雑なサウンドでしたりですね、本来のスプリングのサウンドというのを拾うようにできてます。光センサーを使用したことによってですね、いろんなエフェクトにすることもできるぞということで、例えばトレモロとかですね、あとはこうシマーエフェクトですね、こういうサウンドも出せるようになっているスプリングリバーブユニットです。で、もちろんスプリングリバーブといえばアンプのスプリングのリバーブをオンにした状態でちょっとアンプを動かすとガシャーンと言いますけれど、出ます。ちゃんと出ます。青いっぽい光でこうジーッとなってて、虫をこうなんですかね、撃退するために置いてある電撃殺虫器というのがあるんですが、それを見てですね、思いついたという中にキセノン管が1本入っていて、ここで音を歪ませるという、もうゲームチェンジャーオーディオの代表機種と言っていいと思います。プラズマペダルです。このキセノン管にこう音が入れば入るほどここにですね、青い光が走りまして、課題に電気が放電されることで音が歪むという、今までに聞いたことのない音を鳴らしてくれる、ディストーションというべきかファズというべきか、そういうサウンドのペダルです。で、こちらのですね、プラズマペダルをですね、気に入ったジャック・ホワイトがですね、オファーをして自身のモデルとして、出したモデルがございます。それがこちらのプラズマコイルですね。キセノン管の部分は共通しているんですが、プラズマペダルが原音をミックスできるのに対しまして、こっちは歪んだサウンド 100% 出ているという、より過激なサウンドになっているものプラス、こちらには、オクターブを鳴らす機能がありまして、例えばこう何ですかね、リフの一部でオクターブ下だったりオクターブ上だったりの音を鳴らすというようなことができます。これがですね、モーメンタリーになっているので一部のサウンドだけというようなことができます。
かがでしたでしょうか。もう非常にこう意欲的なんですね。なおかつ直感的に分かるというような、まあそういうエフェクター作りをしているメーカーで、ちょっと今までにないようなサウンドでしたり、今までにないような、まあ、操作感だったりというのを追求しているメーカーさんだなと思います。下の方リンクの方にですね、まあ今石橋楽器店店で在庫しているもの、池袋店で在庫しているもの、予約を受けたまわっているものはご覧いただけます。そちらの方からぜひご覧になって、興味を持っていただけた方はご予約ご注文お待ちしております。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。石橋楽器池袋店、コバでございました。